こんにちは、へそむすさびです。僕最近シャムさんっていう YouTuber が好きなんですよね。で、その人人気じゃないですか、シャムさん。で、人気になるにはそういう人を真似しといた方がいいんじゃないかなって僕は思うんですよ。だから今日はその人がやっていたようなクッキングをやっていきたいと思います。はい。で、今日作るのがこの焼きおにぎりです。これ僕いつも食べてるんですよ。で、見てみたらなんと知らないうちに30周年がなってる。いつが30周年なんでしょう。僕は本当に初めて知りました、30周年やってるので。着色料、保存食料、化学調味料使われてない。18度以下で保存されてる、保存される冷凍商品は保存料を使用しなくても品質が保存されます。まあ、やっぱり冷凍食品ってすごいってことですね。まあ、まずこれ開けてないんで開けましょうか。ちょっとハサミを取ろう。これがうちのハサミです。これって手で触っていいのか。これが焼きおにぎりです。まあ、食べるのは1個なんで、これを皿に入れるんですね。じゃあ、まあちょっと作っていきましょうか。ということで、できましたね。いつも食べてる焼きおにぎり、じゃあ食べましょうか。まあ、最初のパッケージに書いてたみたいに醤油かな、醤油を塗って焼いてるんで美味しいです。で、僕ここの角がこの三角形の角がカリカリしてるんですよね。それがすごく美味しくて好きです。ということで完食しました。うん。で、どうでしょう、シャム的な感じ。まあ、僕はわからないんですけどね。で、ちなみにこれはトマトです。